群馬県高崎市石原町に鎮座する縁起式内社小堀神社を紹介します。JR 高崎駅の南西約 1.5キロ、県道71号沿いの住宅地の中にあり、社殿奥に駐車はできましたが、車でのアクセスは神社周りの道路が非常に狭いせいもあってかなり難渋しました。神社の境内もそれほど広いというわけでもないのに、社殿左横の神社敷地を削って保育園の経営が行われているようで、さらに窮屈な状態になっています。創建時期ははっきりしませんが、古くから当地に根付き、ここに鎮座してきたものと推測されています。現在の主祭神は、異良神である宿儺彦那の命です。現在の本殿は、江戸時代の享保2年1717年に造営されたもののようで、当初は本殿のみが建てられたらしく、拝殿はそれ以降に造営されたということのようです。本殿の側壁及び背面に施された彫刻は実に見事で、一見の価値があります。もちろん途中塗り替え修復などは行われたのでしょうが、造営からすでに300年も経つというのに、実に鮮やかな色彩が残っています。